皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は、ぐっすり寝て、大変元気でございます。さてさて、ネットフリーの時間でございます。ネットフリックス、楽しいですよね。いろいろ見れて、安くて、安いアマプラと比べたら高いですよね。けど、その分コンテンツ量多いですよね。 なんともしがたいところですよね。あと、アマゾンプライムってビデオだけじゃないですもんね。アマゾンプライムの方がはっきり言って、なんて言うんですかコストパフォーマンス高いですよね。はい。けど、なぜネットフリを見るかって、ネットフリじゃないと見れないものがたくさんあるからですよね。はっきり言って、ネットフリはその分コンテンツに力が入ってるってことなんですよ。 それだけで食ってるってことははい。ということで、今回は、今回ご紹介するのは、いつのこれ映画だいつか書いてある ?1994 年、もう30年前に近い映画でございます。はい。レオン。超有名映画。レオンの。 の完全版でございます。えー、まずは説明読みましょう。同じアパートに住む少女を保護する羽目になった殺し屋レオン。麻薬取締局の捜査員に家族を殺された少女は、 やがて、レオンと同じ、殺し屋としての道を歩み始め、というフランス映画です。ジャンル <laughs>、笑っちゃった。ジャンル、名作映画っていうジャンルになってます。 何なんですかこのジャンルで名作っていうジャンル。<laughs> なんかないんすか他に。僕的には、ラブロマンスがほんのちょっと入ったアクションって感じなんですけどね。はい。アクションサスペンス。いや、アクション。えアクションサスペンス。うーんっていう感じですけど。まあ、リュックベッソン監督のこれ代表作ですよ。他にもいい作品ありますけど。けど、リュックベッソンって言ったらやっぱりレオンが出てきますよ。はい。 まあ、ジャンレノの、もう、演技が素晴らしい。はい。そして、なんと言っても、なんと言っても、ナタリー・ポートマンこの年で、この演技、絶対大女優になるぞ、こいつ足田愛菜みたいな感じだぜその時には思わなかったですよ、今。 今も、今、あ、逆です、逆です。芦田愛菜ちゃんを見たときに、あ、これはナタリー・ポートマンになるなって思いましたね。はい。まあ、そういう似たものを感じます。まあ、あの、性格は違いますけどね。ナタリー・ポートマンと芦田愛菜さんはね。はい。ナタリー・ポートマン、素晴らしい演技です。特に完全版ではですね、えー、エロい意味じゃないですよ。 ラブシーンが多いです。これは、ジャンレの役のレオンが、ロリコンだというわけではないんです。ちょうど、出会ったナタリー・ポートマン役の少女が、思春期に入ろうかというところで出会ったんですね。 そこで、落ち着いた、すべてを任せていいような安心感のあるレオンに、ちょっかいを出してくるわけですよ。そのちょっかいの出し方がなかなかたまらなくてですね。ナタリー・ポートマン、改めてすごいって思いましたね。はい。これ、ぜひ、 一度レオンをご覧になった方ももう一度見る価値が絶対にあります言い切ります絶対に見ましょうはい間違いありませんからはい。ぜひ皆さんご覧ください。レオン完全版。 この配信は以上となります。それでは皆さん、また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。ナタリー・ポートマン。名優であれ。